グレートネイチャー。今回はアルゼンチン北西部極彩色の山塊。14色ともいわれる多彩な色の謎に迫ります。ブエノスアイレスから北西1500キロ、アンデスの奥深くに入ってきました。シワを刻んだ無数の尾根、アンデス山脈が急激に隆起した痕跡です。極彩色の大地はこの尾根の向こう側にあるといいます。案内してくれるのは地元フフイ大学のグアダルーペ・マロ教授。5時間進んでもまだ谷の中。そしてすごい、わお、なんということでしょう。多彩な絵の具で塗り固めたような極彩色の山肌が続いています。地元の言葉でオルノカル、別名14色の山。どうしてこんな多彩な山ができたのでしょうか。All continental materials, a result of variations in the environment where the sediments were deposited. So you have at the top, you have those pinkish and reddish colors that are continental environments, no, as fluvial environments, and the gray ones maybe are lakes, no, because there are an alternation between lakes and river deposits.なんとこの地層すべて同じ種類の岩石にもかかわらず色が違うのは堆積した時代の環境が異なるからだといいます。赤は1億年前川に堆積した鉄分を多く含んだ砂。当時アフリカ大陸と地続きだった南アメリカ大陸、この辺りは平坦だったため無数の河川が流れ込む大湿原でした。そこに川が運んだ土砂が堆積します。乾燥した時代を迎え砂漠化が進行すると、大量の砂は空気にさらされ鉄分が酸化、赤い地層が堆積しました。そしてこの黄色は石灰岩、強い圧力で白から黄色に変色しました。7000万年前温暖化が進行し海面が上昇、大陸の内部まで海水が流入します。浅い海にはサンゴや貝の遺骸が沈殿し石灰岩層ができたのです。そしてこの緑色は3000万年前の火山活動が関わっています。当時アンデス山脈は急激に隆起、その結果火山活動が活発化、火山灰と細かい砂が混ざり緑泥石となって緑色の地層が形成されました。多彩な色合いは南アメリカ大陸1億年の気候と地殻変動の記録そのものでした。